どうもシンジです。今回のロックンシネマは仁義なき戦いシリーズにおける名ゼリフを20本ランキングしたいと思います。では参りましょう。20位は第1作より後がないんじゃ後がです。はい、すいません、いきなり男子クラスのノリですが、まあね、この気持ちすっごくわかりますよね。まあ深いような深くないような、でも印象に残るセリフですね。19位は完結編より大友のセリフ、牛のクソにも段々があるんでです。まあ、個人的にこの表現あんまり好きじゃないんだけど、仁義の名言といえばっていう感じで割とピックアップされるセリフだし、まあ、何よりこのシーンの危機迫る芝居がすごいですからね。なんかこのシーンで宍戸さんガラスの破片で手切ったみたいなんだけど、その後も芝居を続ける宍戸さんとキャラブレせずに薄ら笑いで対応する松方さん、まあ昭和の俳優さんたちに敬意を表してランキングさせました。18位、17位、16位はお金関連です。18位は広島市東編で広野が山盛りからもらった金を返した時に山盛りが言ったセリフ、銭を返しゃ義理が返せと思っとるんかです。まあ言ってることは正論なんだけど、山盛り親分だからね。まあそもそもお前が時盛を押し付けたとこから混乱が始まってるわけだからね、お前そんなこと言えた義理かって思いますよね。もうほんとめんどくさいおっさんですよね。で17年は頂上作戦より内元に金を催促されて武田が言い放った言葉、喧嘩相手に金貸すバカがどこにおるんじゃこのボケです。まあこれも当たり前すぎる言葉なんだけど、まあ、自分の子分が山盛りを狙っていることをリークしてその代償に金を借りようとするっていう、まあ補足の極みっていうか、内元っていう男の計り知れない器の小ささに驚かされますよね。なんでそもそもこの人ヤクザの親分になれたんだろうね、不思議だ。で16位は完結編より松永が言った武田の口癖、借りは貸しを生むためのもんじゃです。まあこれもいろんな意味で実用的っていうか、まああまり関わりたくはないことなんだけど、まあいろんな駆け引きとかビジネスとかではね結構重宝されそうな言葉ですよね。なんかヤクザ映画っていうより金融ものの作品に出てきそうなセリフだよね。まあいい言葉なんだけど仁義っぽい感じは全然ないんでこの順位です。15位、14位、13位は刹那系3連発です。まず15位は広島地頭編より山中のセリフ、わしのゼロ戦よです。まあ、この拳銃をゼロ戦と例えるところが山中っていう男の心理を表しているっていうか、結局山中の人生で死に場所を求めた人生だったんじゃないかなって考えると切ないですね。14位は第一作品酒井のセリフ、醸造わしらどこで道間違えたんかのです。まあ、このシーンもねなんか見るたびに切なくなるっていうか、まあ、年取れば取るほどグッとくるセリフですね。もしここでこういう選択をしていれば違う人生を生きられたんじゃないかっていうのはね誰しも思うことだけど、まあ、堺とか広野とかねこんな人たちと比べたら普通に生きられてるだけで御の字って感じてしまいましたね。まあでも人生の後半になるとこのセリフはなかなか突き刺さりますよね。13位は頂上作戦のラスト、広野のセリフからもうわしらの時代はしまいでです。まあこのセリフっていうよりこのシーンがね絵になる男2人の哀愁のあるシーンでグッときますよね。まあ、シチュエーション的にも極寒で厳しい現実を叩きつけられてるっていうのが現れた演出になってますよね。まあ、武田から山盛りの刑期を聞いた広野が1年半と7年か尺に合わん仕事をしたのっていう、これまた切ないセリフと合わせ技1本でランキングしました。12位と11位は山盛り案件です。12位は代理戦争から広野のセリフ、知らんほどげより知ってるおでの方がマシじゃけのです。まあ、このセリフなかなか日常とかでも使い勝手がいいセリフですが、まあ、散々山盛りにひどい目に遭わされてきた広野が言うことで説得力が増すっていうか、まあ、確かに得体の知れないやつよりはイメージがつく分こっちでいいやみたいな、かなりネガティブな選択をしなければならない時に使えるセリフですよね。で11位が第1作より堺のてっちゃんの名言、
みこしが勝手に歩けるんなら歩いてみや、です。まあ、みこしが軽い方がいいっていうのは政治界隈でよく聞かれる言葉ですが、まあ、そのみこしが勝手に行動されたらね、たまんないですよね。まあ、後々のシリーズの展開を考えると、山盛はみこしっていうには一癖も二癖もある面倒くさい親分ですが、まあ、この時点で完全にみこしに見えたんでしょうね、境には。まあ、その甘さが命取りになっちゃうんだけど、まあ、このセリフはなかなか素晴らしい名言だと思います。ということで、仁義なき戦いシリーズの名ゼリフをランキングしておりますが、まあ、この前ゴッドファーザーの名ゼリフトップ10をやったんですが、まあ、あっちはね、人生の格言のようなセリフがいろいろと入ってきましたが、まあ、仁義の場合はね、まあ、そういう重いセリフっていうよりはもっとギラギラしてたりドスが効いてたり、まあ、でも枯れた感じの哀愁じみたセリフもちょいちょいあって、割と多種多様なランキングになりましたね。まあ、この前と一緒でランキングにしてますが、順位はそんなに関係ありませんね。まあ、その時々で順位は変動しますからね。まあ、男臭さ 200% のセリフばっかで、完全に男子クラス的なノリの回っていう感じになってますが、まあ、仁義をやるときはいつも男子クラスのノリか。まあ、男子クラスといえばね、いろいろね、下ネタの方も仁義シリーズはよく出てきますが、まあ、ちょっとダンディーに攻めたかったんで、お父ちゃんはお前の好きな金のみたいなセリフは今回除外しておりますんで、期待していた方すみません。まあ、仁義関連も何本かやりましたし、まあ、このチャンネル男臭い映画をいっぱい取り上げてますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では後半参りましょう。10位は頂上決戦より志賀マサルさんの名台詞、あんたら見とった通りじゃ、です。まあ、同窓会っていう一番心を許す仲間といる時にやられてしまう岡島もかわいそうですが、やっぱ目の前で生徒の死に際を見てしまうおじいちゃん先生の表情がまた切ないんですよね。まあ、この打ち終わった後一呼吸置いてから独特の巻き舌で冷静に言葉を投げかけているところがね、すっごく印象深くて、まあ、状況を伝えてるだけのセリフなんだけど、まあ、それでこんだけ名台詞となるシーンってなかなかないですからね。まあ、志賀マサルさんっていう役者さんを象徴するようなシーンって言ってもいいくらい絵になってますよね。9位は広島市東編より大友克利のセリフ、わしらうまいもの食うてよ、まぶいすけ抱くために生まれてきとんじゃないの、です。まあ、一言一句まさにその通りっていう感じで、地球上の男子全員が共感できる言葉ですよね。まあ、大友克利といえば王の汁とか千里海底仁義で首くれとか、まあね、なかなか YouTube にバンされそうなセリフ連発なんで取り上げるのが難しいんですが、まあ、このセリフは大丈夫でしょう、さすがに。まあ、昨今のポリコレ社会では絶対的 NG のキャラとなってしまいましたが、まあ、仕事とかでね、イライラした時にはね、広島市東編見て勝利氏の破天荒さを見てスッキリしてくださいね。8位は第1作より若杉を警察にチクったのはお前らかっていう広野の問いに対して言った山盛のセリフ、そがな昔のこと誰が知るかい、です。これ山盛親分のセリフの中では最も凄みのある言葉って言ってもいいセリフで、まあ、山盛の普段は見えない怖さが現れてるシーンですね。まあ、言い方を変えたらめっちゃ軽く受け取られそうな言葉だけど、じっくりと冷たく言い放つことでお前今頃気づいたんかっていう裏の意味も感じるんですよね。まあ、横でちょっとビビりながら金魚の糞してる牧原がいい味出してますし、まあ、シリーズを重ねてお花も真っ赤になっていて、能天気キャラに変貌する山盛親分のまだ怖さが残っていた時代のセリフをランキングしてみました。7位はセリフではないけどナレーションから代理戦争の最後の戦いが始まるとき、まず失われるものは若者の命である、そしてその死はついに報われた試しがない、です。まあ、ここもね、文太さんのしっぷい演技と相まって印象的なシーンなんですが、まあ、鉄砲弾とはよく言ったもんで、ほんとこのシリーズ無数の若衆が無残な最後を遂げてますよね。
まあ、渡瀬さんみたいなスター俳優さんはともかく大部屋の俳優さんたちが必死になって自分をアピールするように死に様を見せてるのもこのシリーズの一つの売りですよね。まあ、そこから川谷拓三さんみたいにスターになった方もいるわけで、まあ、このナレーションは仁義なきっていう作品を象徴する言葉の一つでもあるんじゃないかなって思うんですよね。では5位6位は同じシーンから。頂上作戦のハイライトの一つでもあるシーン、武田 VS 明石組岩井の場面。広島極道は芋かもしれんが旅の風下に立ったことは一遍もないんでっていう武田の言葉に対し、岩井のオンドレラも生えたつば飲まんとけよっていう返しですね。まあ、仁義なきの名セリフ製造マシン、武田においてもシリーズ屈指と言ってもいいセリフで、まあ、この一言に広島極道の実績とそして誇りも感じられますよね。まあ、戦国時代における上杉みたいな感じで、まあ、どんなでかい敵が来ようとも絶対に負けない、まあ、やっぱ広島極道の唯一無二の存在感を表してますよね。まあ、それに対する岩井の言葉は、まあ、こっちはどっちかっていうと日常に出てきそうなセリフでもないか。まあ、でも売り言葉に買い言葉じゃないけど最高にドスの効いた返しっていうか、緊張状態を維持するには最高の返しゼリフだと思いますね。まあ、演じてる2人がさ本物にしか見えないからね、まあ、余計凄みが出てるっていうか、まあ、今の日本映画とかじゃ絶対撮れない緊張感のシーンになってますよね。4位は第1作より獄中で広野と若杉が兄弟杯を交わすシーンでの若杉のセリフ、杯がないけんこれで腕切ってチーススローやです。これ絶対真似してるやついると思うんだけど、まあかっこいいよねこれは。まあ、仁義なきの中にもえりすぐりのかっこいいシーンですが、この後若杉が自分の腹を切るシーンとか出てくるしね。まあ、戦後すぐってこともあるんだろうけど、この頃の人たちの発想ぶっ飛んでますよね。まあ、本当サバイブする能力が現代人の100倍はあるんじゃないかって思うんだけど、本当こういう映画見てるとね、ちっちゃいことにとらわれて生きてる自分がバカらしくなりますからね。まあ、若杉っていう人がもう少し長生きしてくれたら山盛り組も違った姿になってただろうし、いや山盛りに関わったからああいう最後になっちゃったのかな。まあ、とにかくシリーズでも屈指のかっこいいキャラ若杉の名台詞を第4位にしました。3位はパート1より広野のセリフ、狙われるもんより狙うもんの方が強いんじゃです。まあ、これ仁義なき独自のセリフってわけじゃないけど、まあ、この世界観に当てはめるとものすごく強烈で触れ上がりそうなセリフですよね。まあ、車の中で広野にボソッと弱みを見せる酒井のてっちゃんに対しての言葉だけど、まあ、その後そがな考えしとると隙ができるぞって言ったそばからっていう展開になっちゃうというのはまた悲しいですよね。まあ、弱肉強食の世の中において常に下克上を狙う若者、それを押さえつける老害っていう構図で世界が回っているけど、まあ、それが分かりやすい形で現れている昭和のヤクザ構想、本当中にいた人たちって生きてる心地あったんでしょうかね。まあ、今回見返してね、なんかこのシーングッときたんですよね。なんかおじさんには胸にしみるシーンですよね。まあ、そういうのもあってちょっとランキング高めに置いておきました。2位は第1作のラストの広野のセリフ、山盛さん玉はまだ残っとるわよです。まあ仁義なき名シーントップ10で1位にしたくらい超しびれるシーンなんですが、まあ、このセリフの中に山盛への怒りは当然として死んでいた友への哀悼、そして不条理なヤクザ社会および国家に対する怒りさえこもった名言中の名言ですよね。まあ、この一言にヒロの肖像っていう人物そのものが現れてると思うし、まあ、生まれてくる時代を間違えた堅物男の誰にも手がつけられない恐ろしさも表現されていると思うんですよね。まあ、西部劇でいうアウトローみたいな感じではなくて仲間を思いやり筋を通す男だから、アウトローってわけではないんだけど信念を曲げない突き通すっていう意味ではアウトローに近いキャラクターなのかもしれませんね。まあ、こういう人間っていつの時代も生きづらいんだろうけど、やっぱ昭和生まれの人間にとってはね、
憧れるっていうか、かっこいいですよね。そして第1位は、仁義なき戦いを締めくくる言葉と言ってもいいセリフ。完結編で死に物狂いで襲名式に向かう松村を見届けながら、落ち着いたら一杯飲もうという武田の誘いを断るヒロの言葉。そっちとは飲まん、死んだもんにすまんけのです。まあ、ヒロの肖像というあくまでも仁義を守り通す男を象徴するようなセリフですよね。まあ、それこそ今生き残ってる幹部連中の中で唯一と言っていいほど分かり合えるだろう男、武田とは、積もり積もった長い年月や一時苦楽を共にした仲間として話すことなど山のようにあるはずなのに、死んでいった仲間、そして若衆たちの気持ちを汲みながら生き続けるヒロにとってはできない誘いだったんでしょうね。まあ、前作の頂上作戦のラストもそうだけど、ヒロノと武田が語り合ってるシーンで、お互い作詞でかつ達観した姿勢も備わってるってこともあるけど、ヤクザという組織の不条理さ、やるせなさを痛烈に感じますよね。まあ、小林明、菅原文太っていうね、まあ、立ってるだけで絵になる2人だけに、その言葉一つ一つの重みが痛烈に胸に染みるんですよね。まあ、おっさんになるとね、このセリフの意味が痛烈に胸に刺さる名言を大事にしました。ということで今回は仁義シリーズの名台詞を挙げていきました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、さよなら。